オクチルフェノールエトキシレートはオクチルフェノールをエチレンオキシドでエトキシル化して得られる非イオン海面活性剤の総称。浸水性のポリオキシエチレンサと素水性のオクチルフェノール元がエーテル結合で結びついており、ポリオクチルフェニルエーテルオクテルフィーナイルエーテルとも呼ばれる。一般に POE 社長の異なる多数の化合物の混合物として、 平均社長の異なる一元の製品が販売されている。商品名としては、ロームハースのトリトン X シリーズが著名であるが、ローディアのアイジェッパル CA シリーズ、シェルケミカルズのナニーデイ、P シリーズ、日光ケミカルズのニコリオ P シリーズなど、各社が同様の構造の海面活性剤を製造していた。現在、ナニーデイ P やニコリオ P は販売中止になっている。 医薬品添加物としての国際一般名は、オクトキシノール。乳化剤として、医薬品、化粧品、農薬、塗料などに添加されている。ゴムプラスチック工業では耐電防止などの目的で樹脂に配合する。機械、金属工業では、洗剤としての利用が多い。かつては、家庭用洗剤にも利用されていた。ただし、 環境中で分解されて生じるオクチルフェノールに弱いながらも魚類に対する内分泌拡乱作用が示されていることからアルコールエトキシレートへの代替が進んでいる。生化学分野では生体膜を可用化しつつ、タンパク質を失活させにくいとされ、平均 POE 砂長8から10程度の混合物が利用されている。販売されている薬には雑物として、 火酸化物が含まれていることが知られている。ダート、ブチルアルコールを50%硫酸で処理していた、イソブチレン、ジイソブチレン、トリーイソブチレンの混合物を蒸留し、ジイソブチレンを得る。続いて、フェノールと反応させて、オクチルフェノールを得る。さらにエチレンオキシドを作用させて、ポリオキシエチレン差を伸長させると、一連のオクチルフェノールエトキシレートが生じる。 そのため副産物としてポリエチレングリコールが含まれている。GHS における環境有害性物質に該当し各国で輸送に規制がある。EU ではリーチ規制の認可候補物質に挙げられている。日本では船舶安全法や航空法によって GHS に基づく規制があり、また化学物質排出把握管理促進法の第一種指定化学物質として PRTR 制度の対象になっている。ありがとうございます。